オオカカルルトトを楽しく学学ぶオカルトエンタメ大学の大時間です皆さんはじめまして階段作家の正木慎太郎です本日は私が全国各地で収集してきた川にまつわる階段をお話ししたいと思います皆さんは川で不思議な体験をしたことはありますか昔から人々の生活に密着してきた川ですが実は不思議な体験恐ろしい体験をした人が数多くいるんですそれでは早速授業を始めましょう まずはじめに川にまつわる不思議な体験談をお話しします。この話は熊本県の熊川という川にまつわるお話です。小池さんという男性はその年ホテルに就職して平凡な日々を過ごしていたそうです。やることといえばネットサーフィングらい。でその年ネットを騒がせた出来事があったんです。というのはただ単なる石を高額で ネットオークションで売ったた。人間がいたどういうことかというと川で拾ってきた石を「分かる人には分かる」というふうに言って題名をそういうふうにして石をオークションに出したんです。値段は5万円。大体の人がそれを見れば「こんな石なんか買わないよ」というふうになるんですけれども「分かる人には分かる」なんて言われたらちょっとこう知ったかぶりをしたような人間が 俺は分かる人間だということでその石を買ってしまったんですねそれが少しネットニュースで取り上げられてネットサーフィンをしている人がああこういうふうにうまくやるやつがいるんだというふうに思ったそうです小池さんもうまくやったなというふうに思って自分もできるんじゃないかというふうに思っただから彼は熊川に行って下流の方に行って持ってきたリュックにたくさんの石を詰めて 家に持っって帰ったそうですただ出かけるときに自分の家を出ようとしたときふと思い出したのがひいおじいちゃんの言っていたことそれは熊川かららはは何も持って帰ってきてて帰きならないといととうことでしたそこに生きている魚や虫もちろん砂利や石などそれから草木そういったもの何一として持って帰ってきてはいけないというふうに ひいいおじいさんは言っていたそうですああそういえばひいじいちゃんそういう遺言を残してったなそういうふうに思い出したんですけど彼はまあそんなこと気にしなくていいだろう頭のどっかで引っかかったんですがそのまま家をを出ててて石を持って帰っ帰きたそのまま石の写真を撮ってサイトにアップロードして分かる人には分かるというふうには書かなかったんですが値段は5万円ということでたくさんの石をオークションに出した。 10日後この石を買いたいという人が現れた小池さん小踊りしたわけですよ引っかかったやつがいる早速自分の部屋へ行って机の袖机を開けて乱暴に入れていた石を取り出そうとした注文された石を取り出そうとしたんですするといくつかの石が割れているおかしいそんな雑に扱った覚えはないそもそも石なんですから 少しぐらい雑に扱ったところで割れるわけはないなんか気持ち悪いなとは思ったんですがまあまあそんなことはどうでもいいとにかくあの石を五万円で売らなければと思って石を探しているすると見わかに玄関の方が騒がしくなったんですねちょっと大丈夫なのしっかりしてよ聞こえてきたのは母の声だったり父の声だったり一体何がとかと思って小池さんそのまま自分の部屋を出て玄関の方に行った すると自分のおじいさんおじいさんが血まみれになって倒れてるんですね玄関の上がりかまちに驚いて声も出なかった怪我の具合も血みどろになってしまっていて洗わなければ一体どんな怪我を負ってるのかもわからない切り傷なのかすり傷なのかもわからないどうしたのどうにか出せたのはその一言するとおじいさんは「クマにやられたクマが出た」って言うんですよ そんなことをにわかに信じられないわけですというのは熊本県の熊川確かに熊がついています。だけども熊本県には熊はほとんど確認されていないんですね。一説には九州ではすでに熊は絶滅してしまったんではないかと言われているほど。だから小池さんはすぐには信じられなかった。すぐに救急車が呼ばれて当然警察が来る。 救急隊が来て警察官が同時に聞き込みをしてだけれども結論としては倒れた拍子に頭を打ったか何かで意識が混濁して熊にやられたのだと錯覚したのだろうというふうな結論になったそうです結局のところその怪我が何が原因で起きたのかわからなかったんですがやれやれということで家族が解散しようとした時ちょっとあなたって 後ろから母に声をかけられた「あなた何か変なことしてないよねまさか熊川から何か持って帰ってきてはいないよね?」というふうに聞かれた小池さん答えることができない沈黙は肯定と取られた家族全員から何を持ってきたか知らないけども早く返してきてくださいというふうに言われたそうですそこまで言われて5万円は諦めることにして彼はしぶしぶ「熊川に行って」 持っててきたたものを全て返すことにした石を返して車に乗り込んでそのまま自分の家へ帰っていったすると家の手前で車を止めて降りようとした時何か焦げ臭いどうしたんだろうと思って慌てて車を降りて家の方に行くとお母さんが玄関の先にいる「どうしたの?」というふうに聞くと裏庭に雷が落ちたというそんなような天気じゃなかった。だけども とにかくすごい音がして裏庭に落ちてぼやが起きた。どうにか消し止めたんで消防のお世話にはならなかったのよというふうにお母さんには教えられたそうです。石を返したからぼやで済んだのか、それとも石を返す前に警告として雷が落ちたのか、それは判断がつかないというふうに小池さんは言っていました。ただ小池さんはこうも言っていた。確かに 熊川から石を拾ってきて変なことが起きたのは事実ですひいじいちゃんの遺言も確かに正しかったかもしれませんだけど熊本県に引っ越してきたのは2年前なんです家族ごとひいじいちゃんも東京生まれ東京育ちだからあの遺言一体何だったんですかねそんなふうに小池さんは話してくれました あのこのような川にまつわる怪談、不思議な話をですね。一冊にまとめたのが、この川の怪談です。中に三十箇線、三十話が収録されています。ぜひ、皆さん、ご興味があれば、お手を取って読んでいただければと思います。まあ、今回、その川についてですね。怪談を書くにあたって、たくさん川について調べました。川のことを知らなければ、当然、怪談もわかりませんし、体験談を話してくれる人にも。 共感できないというかあ、それからやっぱり文章を書くにあたって川がどんなものであるか知らないと書けませんからねまずですね川というものは水源地があって上流があって中流があって下流がありますこの順で川の勢いというのは遅くなっていくんですねそうすると何が起きるかというと上流の方にはゴツゴツした岩があったり 重いもの例えば流木であったりそういったものが落ちてるケースが多いんですそして下流に行けば行くほど丸みを帯びた滑らかな石であったりあとはプラスチック例えば包装フィルムであったり食品トレーであったりペットボトルであったりこういったものがたくさん落ちていますこれは先ほど言った水の速さが関係しています。水が早ければ早いほど 物を運ぶ力が強くなる。逆に遅ければ力が弱くなる。だから、遅くなっていくうちに従って、そこに軽いものが落ちていくわけですね。なので、上流の方は重いものが落ちていて、下流の方は軽いものが落ちている。なぜ何かを拾うと、下に巻き込まれやすいのか、あるいは下に遭遇してしまうのか、原刀、いわゆる水源地、これは、 一部の例外を除いてほとんどが人だと離れたところにありますそんなところに何かを捨てる人って多分人に見られたくないものを捨てるはずなんですそれは例えば犯罪にまつわるものであったり違法なものであったりそして何かいわくつきのものであったり皆さんが一番訪れると思われるのは川の下流そこには 軽いものであったり小さなものが流れ着くと言いました。いわくつきのものは基本的には人工物です。人工物は大きなものであったり重いものというのは多くはありません。だとすると、川の下流に流れ着いているものには、いわくつきのものがあるというふうに考えてもいいのではないでしょうか。だからこそ、皆さんが多く訪れる下流には、いわくつきのものがあって、それを拾ってしまったがために、 貝に巻き込まれということは、大いに考えられるのではないでしょうか。これまで最も印象に残った川に落ちていたもの。まあ、川の階段を集めていくうちに、まあ、いろんな川の話を聞くわけなんですけれども、結構こう、生々しいというか、気持ち悪い話も中にはあるんですよ。階段とはちょっと違うんですが、川にこう、死体がね、こう流れて、こう流れ着いていたという話もありまして。 で、まあ、よくよく聞くと階段というよりはどちらかというと本当に驚いただけの話なんですが最初はね死体があったっていう感じじゃないんですよこう川岸に砂利に混じるように爪が落ちてたって言うんですね生爪がそれも今剥がしたんじゃないかっていうぐらいこうピンク色した肉片が少しついてる爪が一枚落ちていたでうわ気持ち悪いってなって こうみんなでこう騒ぎになったんだがこう仲間のうちの一人があっちに人が倒れてるって言って見に行ったらそれが死体だったと。でよくよくこう警察を呼んで話を聞くと一番最初にその見つけた爪というのは死体の持ち物だったっていうことらしいんですよ。たただななぜ剥がれたのかかまでは分からないというような話を聞いたことがあるんでまあこれが一番印象に残ったといえば印象に残った話ですね。 取材をしている中で最も衝撃的だった衝撃的だった川に落ちていたものこれイイカカななななんんんんんでででですすすよよ生のイカなんです意味が分かかいいしょうん僕も分かんないんですよある体験談を聞いてまあその川を描写するためにその川に行ったわけです直接でまあいわゆる河川敷を歩いていてこう舗装された道路があるわけです幅の狭い道路がある。そこを歩いてたら ふと横にこのぐらいの大きさのイカが1匹いっぱいって言うんですかね。落ちてたんですよ。濡れた状態で。上を見るんですけど、まあ、当然何もない。木がないし、カラスが止まるようなものもない。だからこれ一体どこから落ちてきたのかわかんないなっていうのが1回だけあって、海が近いわけでもないんですよね。だから、例えばその… いわゆる海猫だとかその海に近く生息するような鳥が加わえて持ってきたとも考えにくいんであれ一体何だったんだろうっていうのは本当に今でででもちょっと疑問ではあるんですけどね。まあ、そういうわけで川に落ちているというものは落とし主が分からなかったりいわくつきのものを捨てていったものそういうものがあったりするので何か怖い目に遭ったり不思議な目にあったりそして危険な目にあったりすることが 多いんじゃないでしょうかねなので皆さんも川に近づくときは十分気をつけてください最後にもう一つ階段を披露させていただきますこの話は富山県の片貝川という川にまつわる話です山本さんという男性この日は会社の有給取得奨励日ということで会社の上司から無理やり休まされていた なので1日暇をしてたわけなんですけれども母から携帯電話に電話がかかってきた何かあったのかなと思って出てみるとまあ単なる様子伺い,いあんた何してんのちゃんと食べてるとかそういうふうに聞かれたそうですまあ、いつものことなんで普通に聞き流してああ分かったよ分かったよなんていうふうに言ってたわけなんですけどそうすると突然母があそうだあんたね知ってるっていうふうに話を切り替えた 何って聞いたらその片側ががまあ年々こう水位が下がってってそろそろ干上がりそうみたいな話はあったんですが本当に干上がったのはその年が初めてびっくりして電話を切って見物に行こうどうせ暇なんでということでそのまま家を出たそうです。で行ってみると確かに干上がってるんですよ。見渡す限り川底 もう完全に乾燥してしてててまっていて川底が見えていて砂利が見えていたり何か物が落ちていたりまあいわゆるゴミなんでしょうけどで遠くの方には何かこう重機が見えていて作業している何してるかわからないからまあいいやと思いながらこう川底を見物するわけですよ。へこんなことあるんだなと思いながら川を歩いているとふと目に入ったのが人間の骨だったそうです。 あれ、骨じゃないかな。山本さん自身も何度か人の葬式に出たことがあって、実際にこうお骨を見たことがある。だから、それには見覚えがあった。何かというと、それは人の喉仏の骨。こんなとこに落ちてるもんなんだねと思いながら。まあ、珍しいんで、ちょっと近寄ってとこう拾い上げるわけですよ。ただ、こうガシッと掴むと、ちょっとなんとなく気持ち悪い気がして。 なので人差し指指と親指を使ってこうつまみ上げたわけですそうするともしかすると皆さんも骨を持ったことがあるのかもしれませんが結構軽いもんなんですよねあれって。だから力を結構入れすぎててとこう持ち上げてしまったそうするとその自分がつまんでいる反対側反対側を左腕誰かの左腕がやはりつまんで。 川底からスーッとこう持ち上げてきたわけです。白い半透明の腕奥には川底が見えていて透明なのが分かるうわっと思ったんですけどもう勢いが止められないそのまま自分の目線の上まで持ってくるそうするとつられて引きずり上がってきたのは見たた。こともない男性でしたその男性トレンチコートを着てワイシャツを着てジーンズを履いている。 なななんとなくチグハグのような気がして夏の暑い盛りですからねこんな格好するやつなんか普通いないだろうというふうに思っただけどもその男首をこうかしげてこちらをじーっと見ている山本さんあまりの恐怖に声も出なかった身がすくんでしまって動けない金縛りみたいな感じそうするとその男性半透明の男性が「 すっと首を垂直に戻してニヤッと笑ったかと思うとそのままのどぼとけこの骨を山本さんの首に添えた山本さんもう抵抗することができなくてそのまま持ってきてググググぐッと押されてその骨がなぜか首の中に入ってしまったそうですあまりの気持ち悪さにどうしていいかわからなかったその時 遠くの方からおーいいっててう声が聞こえてその瞬間にすくんでいた身がふっと軽くなってそちらを見るとあの重機を操っていた男性が走って近寄ってきたこの辺もこれから作業するからあんたここにいると危ないからもう上がって上がって土手のように上がるように指示されてえっと思っているともうあの半透明の男性はどこにもいなかったそうです。 一体何が起きたかわからなかったけれども、彼は助かったと思って、そのままその場を後にして家に帰ったということでした。ただ、翌日から彼、原因不明の熱にうなされまして、体調も悪くなるばかり。医者にかかると、口頭癌ということが分かって、生体を切除しなければいけなくなったそうです。ただただ、自分は冷やがった皮を見物しに行っただけなのに、 こんな理不尽なことってないよねというふうに彼は苦笑いを浮かべてましたこの話は筆談で聞かせていただいた話です。ということで本日の授業は以上となります。もしどこかの川で変なものを落ちてるのを見たあるいは持ち帰ったことで貝に巻き込まれたという方ぜひお話を一度お聞かせください。そして次回は 川で何かを拾うタイプの階段とは異なるタイプの川階段これについて紹介していきたいと思いますそれではまた次の授業でお会いしましょう